はい、ということで今日はあの我慢した話ということでね、はい、あの今まさに私猛烈な腹痛に耐えながらね、え、やだあの後ほどちょっとあの曲がかかったタイミングなどにね、行かせていただこうと思うんですけど、うん、あのぐっと我慢しながらですね、っていうのはやっぱりね、うん、我慢してこそ男なんですよっていうか男っていうのは我慢するものと定義してもいいぐらいなんですよね。あ、そうなの、何大げさに、はい、あのね、でそれをやっぱこう端的に教えてくれる、はい、やっぱ作品群というのがございまして、わかりますか、我慢する男といえばわかりますか。わかんない、なんか高倉健さんとかそんな感じ。島本和彦さんです。あー、はい、ということで以前ご紹介いただいた、はい、以前あの青い炎というね、島本和彦さんの大好きです。だからあの読まれましたよね、かしてね、なんかツイッターでちょこっとね、なんかあの交流もさせていただいたりして、ご本人とね。そうなんです、それ羨ましいな。いやー、これ最高ですよ。はい、もう一回説明しますと、島本和彦さんというね、炎の転校生とかね、はい、まあいろんな作品で、逆境ナインとかね、いろんな名作で、知られてます島本和彦さんの、ちょっと半自伝的なと言いますかね、自伝なんだけど、まあフィクションも入っている。最高です。大阪芸術大学時代で、ポイントは後のエヴァンゲリオンを捉える庵野秀明さんと同期で、同期というか同じ時期にこう入れられて、うん、で今回もですね、これ、4巻目がちょっと前に出てたんですけど、ちょっと紹介し損ねたんで、今日、我慢がテーマっていうんでね、はいはい、もうこれしかないだろうと思って持ってきましたけどね、漫画家を目指している、はい、で今回は割とその庵野さんの才能に、この、炎くんがですね、ものすごく脅かされるという回なわけですね。ライバル手強いぞと、はい、これでもすごく若者じゃなくてもあると思うんですけど、自分のと同じジャンルですごく優れた人がいると、そうするとやっぱ素直に認められなくて、うんうん、なんとか、いやあれ大したことないってこう言いたくなるみたいなねで炎くんもいろんなですね、自分のこう内面をですね、いろいろ工夫してですね、で毎回この青い炎の特徴としては、昔のその漫画とかアニメとかの名場面みたいのがこう本当に実際にこう出てくるわけですよね、はい、で今回もですね、庵野秀明はあいつはね才能はあるけど、うん、今油断してる最中だっていうふうに勝手に炎くんは勝手に思って勝手に今のお前はあれだ、自らの科学力におごって地球人類の力を舐めてかかったガミラスと同じだって勝手に宇宙戦艦ヤマトを例えで、で実際の宇宙戦艦ヤマト の、 漫画版のですね、松本零士さんのコマが出てきて、起きた掃除、起きた船長がですね、はいはい、なんと変身しますか、バカめはっバカめと言えっていうこのコマがね、使われているみたいなね、はい、まあ、そういう、まあ、勝手なその炎くんのこう悶々とする世界があるわけですけど、なんかね、その漫画でいっぱいでね、はい、で、やっぱりね、その我慢した話っていうことで言うと、やっぱこう島本先生の漫画でよく出てくるの、要するに痩せ我慢なわけですね。そうね、男らしく、正しくあろうと痩せ我慢すると、でそういうことを要するに我々はその、特撮とかアニメとかから学んでしまった、漫画とかから、うんうん、で今回もですね、主人公がこう思いを寄せる、先輩の彼女トンコさんがいますね。トンコちゃんね、はい、でトンコさんはこう無意識というかなのか知りませんけど、こうそんな気があるのかみたいな感じの態度を取ってくるわけですね。ね、うん、でこの炎くんはこの、夢の中でこうギリギリギリって悩みながら、うん、そんなことするとどうにかなってしまいますよって抱きしめたいんだけど、うん、来た、わかりますか、この背中で手がこう平らな手が背中でこうです。交差する。ぐっと交差する。でこれをぐーっと引き離す。と開いて、これ何の動きかわかりますね、これね。わからない。ルパン三世カリオストロ氏のルパンがクラリスをこうやって抱きしめるんじゃなくて肩を擦ってるときのこの動きです。名場面ですね。ね、この炎くんはこんな風に自問自答しますよ。いけない。ここで抱きしめてしまったらカリオストロのルパンでなくなってしまう。俺が。カリオストロの城でルパンに学んだことが無になってしまう。だからダメだ。大げさだ。ギューってやったらダメなんだ。でもね、ここなんですよ。つまりね、漫画アニメのいい男ってのは、可愛い女の子のために命がけで何かをやるが、うん、何も報酬はね、見返りは欲しがらないものなんだ。うん、欲しがったら終わりなんだ。っていうね、これなんですよ。でそこからさらに、今まではそのクラリスの例えだったんですけど、うん、彼の脳裏をですね、さまざまな今まで見てきた、漫画の名場面がね、こうよぎるわけですね。我慢の名場面が、はい、明日のジョーのね、お願い、私のためにリングへ上がらないでっていうね、リングには世界一の男ホセ・メンドーサが俺を待っているんだありがとうってこう白木をよぎる場面とかですね、情に流されない名場面が次々と、はい、はい、というね、だから
でもこれは大事なことで、この痩せ我慢、ヒーローの要するに正しくあろうと無理くりやってることなんだけど、かっこつけることが結果的には真の正しさにつながっていくんだ、うんうん、それこそが真のヒーローなんだというところまでね、最終的にはこう島本先生の漫画はね、ぐいぐい熱くつながっていくんですね、ちなみにね、青い方のこの4巻の帯のところにね、あの足立みつるさんのね、はい、出たての頃でこう、新しい才能にまた炎くんがものすごくこう、あの揺らぐわけですね、今回ね、はい、足立みつるさんのナインというね、はい、漫画があるんですけど、それの終わり方を見て、こんなことを言うんですけどね、あの炎くんがこれ、あの帯のところに丸々丸って伏せ字にしてありますね、これ言いませんけど、足立みつるは丸々丸丸丸の書き方が全然分かってないってことをね、炎くんが勝手に言うとかね、まだね、学生 の, あの文体で、でもそれもやっぱしこういかに自分のプライドを保つためのある種痩せ我慢なわけですね、でも20代なんてみんなそういうとこあるかもね、そうそうそう、自分は才能があるのに周りが見つけられないだけさとかね、でもグラグラなわけですよ、足立みつるはこういう理由だから受けてるんだみたいなのあるんだけど、でもね、自分が好きな漫画とかはやはりせめてフィクションの中でぐらい人類を守らないと、地球くらい守らないと、正義とは何か悪とは何かを問わないと、スポーツなら体が砕けても必殺技を、あるいは野球ドア砲にならないとっていう自分の中の本来好きなものと揺れ動く、でもその自分はこうなんだと思うんだけど、でも世の中で受けてるのはこうだし、そうね、うん、で、あの足立みつるさんって割とこうあのソフトな感じだからね、で、うん、周りの人にじゃあね、こういうのがいいのかよっつって、こういう恋愛話だったらどうって言うと、みんなが、それ面白そうみたいな、え、そうなのみたいな俺がいいと思ってるもん全然ダメじゃん今、そうそうそうってなって、ね、で、彼はもう思い悩むわけですね、こうだと思ったんだけど思い悩む、それでだんだんやる気がなくなってきちゃうん、意外とずれてるかもって思ったら、ずれてるかもと思うんだけど、その時彼はベッドの上に寝っ転がってね、焦るな、待つのだと、悟るわけです。どう悟るのか、俺の魂がやる気になるのを待つのだ、これ見開きいっぱいで主人公がベッドに寝転がって、はい、自分の魂のやる気待ちものすごい受け身これね、島本先生の漫画の素晴らしいところは、あの要は人間の弱いところとかもちゃんと描きながら、はい、その弱さすらも肯定して、ね、なんかこうだってそういうもんだし、そうやって前に進むしかないじゃないかっていうところまで肯定して、結果的にこの炎くんの右往左往を見てると、こっちも勇気が出てくるんですよ、そうね、なんかちょっと思い当たるもんね、そうそうそう、だから、あのこの中でも出てきますけど、勘違いかもしれないが、その勘違いの中に1万分の1の可能性があるかもしれないじゃないかっていうね、あのね、だから結果的に ね、 そうね、真実を見たものしか夢を叶えられないなんてことじゃね、そうそう、生きていけないもんね、だし、そう、なんかこうみんな揺れ動きながらもやっていくんだっていうね、あの結果的に爆笑しながら勇気が出ているっていうね、私も大好き、もうこういう顔、素晴らしい漫画、ちなみに今回また別の見せ場としてはですね、はい、ウォークマン、ね、ウォークマン、ソニーのウォークマンを始めしたんだ、最初は、炎くんはそんなのね、うん、の意味ないじゃないかと、今コンポはそういう方向に行ってないんですよと、うん、音の迫力で来てるんですよみたいな、いや、いいじゃない、いろんな機能がつく方向に行ってんのに、そんなカセットで聞くだけなんて意味ないじゃないですか、うん、つって初めてウォークマンを聞いた瞬間、このね見開きで、うん、ドーンスピーカーがこういっぱい書いてあって次のページもまた見開きですよ、はい、ドーン、まあ、テラワキラテラワキラがものすごい嫌な絵でこれ多分ルビーの指輪かなんか流れてたんでしょうね、テラワキラさんがガーン、この瞬間我々 の頭の中にもくんもりってきますから、ガラスのってきますから、この辺りのね、島本先生のこの青い炎でのね、見開き、見開きで、あの見開きでこそせこい話が展開されるみたい、大好きです、とにかくね、あのちょっと前に出た4巻目ですけどね、皆さん引き続きあの島本先生のあの、青い炎ぜひ、読んでいただきたいという